ニューススックスです石川地方最低賃金審議会が石川県内の最低賃金の時間額を前の年度から3.36%増の28円引き上げ861円とする改正を全会一致で決め吉田健一石川労働局長に答申しましまた上げ幅は時給で示す現行方式となった2002年度以降で最大となりました。 最短で10月7日に発行されます今回はこの話題について政治部の森記者に聞きます森さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします ではまず石川県の最低賃金の現状について教えてくださいはい、えー、石川県の最低賃金は北陸新幹線金沢開業後の2016年度から4年間は毎年20円を超える増額で推移していました、はい、一方20年度昨年度は新型コロナで経済情勢が悪化する中で審議が難航し、えー、わずか1円増の時給833円にとどまっていましたなるほど毎年20円以上上がっていたのが 1>, 1円だけとなりますと、はい、改めてコロナ禍の深刻さがうかがえますよね。 そんな中どうして今年度は28円も引き上げられることになったんでしょうかはい。最低賃金は厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した目安額に沿って都道府県ごとに地方審議会が新しい額をまとめます、はい、今年度中央の審議会は全国の時給を一律で28円引き上げる目安額をまとめていて石川の引き上げ額は目安額通りということになります 都道府県によって最低賃金の上げ幅って変わるんですね、はい、石川ではどのようにしてこの28円の引き上げが決まったんでしょうか、はいえー、石川でも計4回にわたって審議会で議論が進められました この審議で労働者側は石川よりも時給が高い富山との格差是正を求め目安額以上の引き上げを要求したのに対し経営者側は新型コロナの影響が色濃く残り中小小規模事業者に大きな負担になると反発しました、はい、ただ労使ともに新型コロナによる経営の打撃や最低賃金増額の重要性については理解していて最終的に双方が国に対して雇用コストなどの負担軽減などの施策を講じることなどを 投資に盛り込む形で歩み寄り決着しましたこれ大変な議論が交わされていたんですねそうですね石川労働局は今回の引き上げの影響を受ける労働者は約5万6千人いると見ていますこれは県内全体のおよそ12%に当たるとのことです一年間に換算すると大きな金額になります、ね、そうですね今回は政治部の森記者でしたありがとうございましたありがとうございました